こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。主要7カ国 G7 首脳会議に韓国を入れるのを反対するという常識的な判断をしたドイツですが、ドイツの博物館で正しい展示をしたようですが、お隣が興奮したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ベルリンのある有名博物館が刊行する展示空間を計画し、韓国館の面積を中国、日本の10分の1の大きさにしたという。こうした決定の根底には、朝鮮が16から19世紀の清の属国であり、1905年からは日本の植民地だったため、古代文化が不十分だという歪曲された認識が根付いており、論争が予想される。文化芸術界によると、ドイツのフンボルトフォーラムは年末から展示会を部分的に開く予定だ。フンボルトフォーラムは再建中のプロイセン王宮に入る複合文化芸術空間だが、博物館の機能も備えている帝国主義を象徴する空間である。ここでは過去の植民地主義に対する熾烈な反省を込めて、アフリカ、アメリカ、アジアなど非ヨーロッパ圏国家の遺物を展示する。問題は、韓国館として予定されている面積が中国日本の10分の1の大きさの60平方メートルに過ぎず、それさえも中国館と日本館の間に小さく配置されているという点だ。特に中国館内の一方に位置する位置は、韓国が中国の辺境文化に過ぎないという誤解を植え付ける恐れがあると憂慮されている。さらに、現在まで確保した中国、日本の展示品は数千点に上るが、韓国の遺物は予算の問題で160点に過ぎないという。相対的に不足している韓国の遺物数が小さな面積を割り当てられた理由の一つだが、最初から韓国古代文化を眺める博物館側の歪曲した認識が議論を招いたという指摘が出ている。実際、現地のある韓国人芸術界関係者は、オンラインワークショップを参観した結果、韓国館展示担当キュレーターが、韓国は16世紀から1945年まで中国と日本の属国化植民地だったため、古代遺物がないという結論を下した。現代のインスタレーション美術を展示する予定と戸惑いを隠せなかった。中国、日本と違って、韓国の古代遺物が粗末で、展示する価値がないということだ。さらに、大きな問題は、このような計画が博物館側単独のものではないという点だ。連合ニュースによると、韓国館の設置をめぐる議論は2012年に始まり、2年後には、フンボルトフォーラム主管団体のプロイセン文化遺産財団ベルリン国立博物館が、国立中央博物館と覚書を締結し、本格化した。韓国館の規模などについては、2014から2016年の間に輪郭ができたという。さらに、中央部諸都文化財機関の関係者が、1から2年間にフンボルトフォーラムを訪れた点を考慮すれば、博物館側の歪曲した認識や展示館関連の問題を知らないはずがないというのが文化芸術界の指摘だ。フンボルトフォーラムは、当初今夏開館する予定だったが、新型コロナ拡散の影響で工事展示準備が遅れたという。それではネットの反応です。何を言っているんだこのやつらは。ヨーロッパは属国を同じだと考えている。でもいくら何でも16世紀から属国だったということと、古代の遺物がないということは全く関係のないことだと思うが、1905年から日本の植民地だったため、古代文化は不十分。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。